はい、おはようございます。速稼塾の久保でございます。まあ、暗号通貨ニュースをねしばらくお届けしていて、もう最近はね暗号通貨の話題があんまりないということだったんですけども、これはね暗号通貨の話題なくなるんですよ。まあ元々の暗号通貨の、まあ、歴史というほどの歴史はないんですけども、ちょっと私の考え方をお話しすると、まあ、暗号通貨ってのはね、まあ、一言で言うとデリバティブなんですよ。これ金融派生商品ですよね。まあ、ですんでクレジットデフォルトスワップ CDS 債券とかと非常によく似ていてですね、まず最初にその製品を作る人がいるんですよね、デリバティブを。で作って、いわゆるこれが仕込みです。作って、まあ、先行者利益として円弧関係の方にまず ICO 販売するわけですよね、いわゆる ICO 販売を。でその後で世の中に大きくリリースするわけなんですよ。この時に広告を使ったり、まあ、有名人を使ったり YouTube を使ったりします。でここで買った人っていうのは大概損するわけなんですよ。というのが仕込んだ人の利益に対して、皆さんがねお支払いをしてるってことなんですよね。まあ、これ全てのビジネスそうなんですけども、会社を立ち上げてそこでプロジェクトを立ち上げたりとか製品立ち上げますよね。でその時にその製品やプロジェクトを、まあ、買った方っていうのはまずは仕込んでるわけなんですよ。その後でその製品が売れれば最初に買った方、仕込んだ方は儲かるし、売れなければ投資損といいますかね、仕込んだ方は仕込んだ金額だけ損するしって形なんですよ。で一定の混乱が起きたりとか一定のバブルが起きた後、必ずこれは衰退します。衰退していって、本当に必要だと思う人、もしくは本当に必要だと思われている商品が残るわけなんですよ。でその後で来るのが残存者利益です、ね、この流れですね。まずは仕込みがあって、で広告、こうやってねバブルの時期があって、その後衰退した後に残存者利益といって、本当にいろんな混乱があった後でこれは使えるよねっていうのだけが残るわけなんですよね。まあそういう意味で私がね、暗号通貨でものすごくこう支持していたのが、まあビットコインとかはねもう言うまでもないんですけど、ビットコインも強い支持をしてたわけじゃないんですけども、まあ、ビットコインはまあ残るだろうと、暗号通貨の代名詞みたいなものですからね。それからイーサリアムっていうのはあらゆるプラットフォームの根底にありますから、やっぱこれもねなかなかなくならないと思うんですよ。で、新進気鋭の XRP ってやつですね。これは最も現存する、まあ、基軸資産と、要するにドルとか円と親和性があるというふうに私から見えるわけなんですよね。まあ、ですのでこれも残る可能性が高いと思っております。であとは ADA なんですよ。ADA っていうのは、まあ、未知な通貨と言ってもいいぐらいものすごく可能性を秘めて、それからね、この ADA を構築するウロボースとかね、エマオとかっていう会社のこの底力があるわけですよ。で最もこのねクリプトの中でも、まあ、ブロックチェーンとこれと親和性が強くてですね、プラスこれ新しく来るね、まあ、高性能コンピューター、次世代型コンピューターにも対応しているということなんですよね。まあ、あらゆる面で ADA っていうのはあくまで可能性ですけども、他の暗号通貨のね追随を許さない可能性を秘めているというふうに思います。で根拠はあるのかないのかって言われたら、これは根拠はねないといえばないんですよ、うん、私がそう思うっていうだけなんですよ。で根拠とするものがあるし、まあ、根拠を否定する根拠もあるわけなんですよ。でどっちを見るかなんですよね。で私はまあ投資といいますかね、こういうふうなデリバティブに参加した以上はパーになる、自分の見識が無駄だったってことも覚悟しながらやってるわけなんですよ、っていうもんじゃないですかね、やっぱりね、うん、やっぱり全ての選択にはリスクがあるわけですよね。全ての選択にはそうじゃなかったらどうするっていう構えも必要なわけなんですよ。まあ、ですんで絶対にこうなるってものは世の中にないっていうのは皆さんよく聞かれるところなんですけども、まあおかげさまで ADA に関しましては今ねだいぶ値段が持ち直してきて、今8円前後で推移してるわけですよね。8円前後だったと思うんですけども、そうなると購入金額とかから考えると 0.22 ですから、やっぱり大きな値上がりしたまままだ下がってないという状況もありますし、これね FX の理論理屈で考えると、1ドルぐらいまではねまだまだボラティリティ上昇局面なわけなんですよ。まあ、これちょっと難しい言い方になるんでどう伝えればいいかなと思うところなんですけどもね、まあ、とにもかくにも ADA を持ってる方は売れば利益になるかなというところでございます。特に ICO で買った方、ADA を買って一瞬たりともマイナス含み損になったことってないと思うんですよ。これが真実なんですよ、全ての。で、ADA っていうのはものすごくね、リリースする時期が早かったのと、それから先を見据えたプロモーションが行われていたんですよね。まあ、こういった形でね、ADA を私が強く支持する理由の一つが、ブロックチェーンとの親和性とかね、量子コンピューターとの親和性っていうものなんですけども、だからこそ他の通貨いらないと思ってるんですよ。ADA があれば全ての暗号通貨は網羅してますんでね。
そういうことを、まあ、繰り返し繰り返し申し上げていたわけなんですけども、皆さんはね、いかがお考えでしょうか。もちろんいろんな考え方がありますんで、いや、ノアコインがいいんだよとかね、スピンドルがいいんだよとかね、そういうのも、あっていいんじゃないですかね。私はそう思わないってだけですから。とにもかくにもね、ノアコインとかスピンドルに関しては私よく話題に出しますけども、この通貨には私は希望を抱いてないから、まああんまり注目してないよって言ったらね、結構ね攻めてくる人がいるんですよ。それはもう私を攻めなくてもいいと思います。私は買わないっていうかね、もう情報発信しませんので、 ADA と XRP とそれからビットコイン以外の情報発信はしませんので、私の情報発信がもしね気に入らなければ、他の情報発信者の方見ていただければいいと思います。まあ暗号通貨ってのはデリバティブなんで、根拠って別にないんですよ。作った人の根拠があるだけなんですよね。あとは流行らせたい人の根拠があるだけです。なぜなら流行らせれば、流行らせた人は儲かるからなんですよ。要するに自分がねどんな情報を発信するかっていうのは、すべからくポジショントークになってるわけなんですよ。それはもう避けられないです。平均的に見ようとそれは無理ですからね。まあそういった形でね、今日は暗号通貨のことをお話しましたけども、もうあんまりお話しすることないと思うんですよ。それこそ私がベラベラと話すよりもね、ご自身でも検索された方が、情報操作はもう十分膨らみましたんで、もう何もね初期の頃のように、まあ、私とかの情報が唯一無二のものではないと思います。私がね暗号通貨のことをずっと放送した頃、毎日放送した頃って、再生回数ってやっぱりね数千回から数万回言ってたと思うんですよ。でそれは私にしか、もしくはね似たような人、限られた人しか情報発信してなかったからなんですよね。で今は情報発信する人ものすごく増えたのと、あとは暗号通貨に対しては新しいアクションがあんまりないんで、要するに需要と供給のバランスがもうね行き切っちゃったんですよね。まあ、ですんで、特に暗号通貨の話題っていうのはもともとないですし、発信したとしても似たようなことを発信しているメールマガジンとか YouTube っていうのが多いですから、まあそういった意味でね、もう暗号通貨に関して、まあ、私は必要なくなったかなっていうふうに考えてます。再生回数から見てもね、そういったことでございます。まあ当時と比べて再生回数減ったよねとか言ってバカにしてくる方いるんですけども、それはとってもいいことなんですよ。私が話さなくても皆さんにもう情報がね手に取りやすくなったってことで、とってもいいことなんですよ。ただその中でね、今日は2つの動画を紹介しようと思います。一つはですね、暗号通貨 ADA に関してダイダロスのバージョンアップをしましょうという、ね、そういう動画が一つ、動画概要欄につけておきますからね。でもう一つはね、ダイダロスの更新方法のマニュアルです。この2つの動画、最新版を新潟の速稼塾のナミさんが作ってくださいましたので、こちらの方ね動画概要欄につけておきますので、こちらの方からこのダイダロス ADA にちょっとねお困りの方とか、もう一回情報を確認したい方は、まあ、見ていただければと思います。で本日は以上です。暗号通貨ね、これからもたまにですけども放送発信しようかと思いますけども、まあ、多くの方に暗号通貨ってのはねひとときの夢だったのかなと思います。ただやっぱりね、残存者利益っていうんですか、特定の暗号通貨に関しましてはものすごい利益を含んで手にもたらされてます。で暗号通貨で損した方、残念ながらバブルに仕掛けられちゃったんですよね。で私はそういう意味でも ICO 全く紹介しなかったのと、やるなとは言ってました。ノアコインだろうがスピンドルだろうがやるなよと言ってました。まあ、それだけです。それが今どういう風になったのかってことですよね。今日の時点でちゃんと日本円に換金できて利益が取れたっていうのか、それともいやいや将来上がるんだよって未だに言ってるのかっていうところがね、大きく分かれるところかなと思いますけどね。まあ未来は分かりませんのでね、私の方が終わられる番かもしれません。以上でございます。